はい、こんにちは。日本改革党豊島区議会議員靴田亮でございます。ひびじじ様、売りなら丸なら様、正吾様、けんちゃん、あきらちゃん様、ぼったくり NHK 老人様、ご支援ありがとうございました。ありがたく頂戴して政治活動資金させていただきたいと思います。何度もご支援いただき誠にありがとうございます。けんちゃん、あきらちゃん様、ぼったくり NHK 老人様からはお手紙もいただきました。お手紙など物品などご支援の送り先は動画の説明欄に書いてありますんで、よろしくお願いいたします。動画の説明欄はですね、もっと見るっていう文字をクリックするとパパッと開きますんで、クリックしてみてください。3月20日14時から16時、池袋西口で救う会全国協議会署名活動お手伝いくださる方大募集。3月27日、13時30分、集合で NHK スクランブルでも、やります。よかったらご参加ください。萩生田光一経産大臣、3月15日、今日ですね、ロシアからのエネルギー輸入を減らしていく、再生エネルギーや原発など多様化に取り組む、今すぐですね、ロシア産のガスをですね、原油をバサッと切れない理由はですね、サハリンで政府と三菱三井が採掘事業に巨額投資しているからだそうであります。三菱三井は政府に言われていやいや開発事業に参加したんだが、三菱三井が儲けたい一心で政府を動かしたんだが、それは分かりませんけれども、まあ三社はですね、三つどもえじゃないですけど一連卓勝なんだろうな。北方領土盗んでる約束破りの火事場泥棒常習犯のロシア相手にですね、三社とものんきの極みであるな。泥棒と取引する、これがまずリスキーですよね。三菱三井がいくら損しようとも機材を入念に破壊してですね、即撤退がよろしいかと思います。資本主義自由競争経済なんだから、いつでもいつでも経済戦争中なんだからさ、経済戦争、だからしゃあねえじゃん、自己責任でという感じであります。グルジア人のダビド・ゴキナシュビリ慶応大学 SFC 研究員の博士、何の博士かは知りませんけれども、ウクライナ兵は士気が非常に高い、そうした中で降伏や妥協を求めるのはおかしい、これは日本のテレビコメンテーターども、玉川徹、橋本徹、宗男、鈴木宗男、テリーとなんかに向けた言葉だと思います。ゼレンスキー大統領にも失礼だ、未来への希望も失われてしまう、これ士気下がるからやめろっていうことですね。軽々しく言うべきではない、降伏しロシアの統治下に入れば戦争以上の犠牲が出る、そうだよね、国家あっての生命体財産人権なんだから、ウイグルみなってチベットみなって話、降伏しない決意を示す中降伏しろという発言は理解できないと。実はグルジアもですね、まあ今はジョージアっていう名前に変わりましたけど、私なんかの年代ですとグルジアっていう国名の方が馴染みあるな。グルジアも2008年にロシア人保護の名目で侵攻されたことがあるらしいであります。これが成功してしまえば真似をする国が出てきて国際秩序は崩壊する、まあ中国が台湾取りに食ってね、沖縄も取りに行くかもしれないですね。民主主義は危機に瀕する、合理的でないと、まあ戦争って大体合理的なもんではないんですけれども、橋本、玉川、宗男、テリー、伊藤なんかが代表ですか、この方に指摘されて合理的でない、理解しがたい、言われてるのはね、
ネットの反応です。日本はマシな国に占領されたから大したことないとボケてんだろ。アメリカですかね。アメリカに占領、まだマシな方。あとは本土、沖縄はやられちゃいましたけど、本土を荒らされる前にですね、天皇陛下がご決断なされてですね、武装解除すっから乱暴狼藉やめてくれ、言いましたもんね。それでも占領軍の強姦が多かったから赤線ができたし、ウクライナなんてもっとやべえよ。今回は橋本宗をダブルで参院選にも影響すると、おかしなこと言ってんのが橋本と維新の宗を。で、参院選も、維新の支持率下がっちゃったってね。橋本のせいでね。維新は何かあったら、真っ先に日本から逃げ出すクソ野郎たち。宗男と橋本のせいで、維新全員、そう思われちゃってますね、これね。維新は改選、即降伏する党って知れ渡った。真っ先に逃げるよ、こういう連中は。ウクライナが降伏したって、ロシアへの制裁はなくならないぞ。橋本は都構想で民主主義に敗北したから、中国とかロシアみたいな強権国家に憧れてんだよ。というような分析もありました。ウクライナ永住の方から画像付きでご連絡いただきました。こちらその方が撮ったですね、破壊されたマンションであります。靴沢様、悲惨です。破壊の私たちの家もミサイル攻撃を受けて破壊されました。マリウポリで死者は2000人以上です。今日の朝まで電気もなく充電もできない状態でした。食料はもちろんのこと、水もガスもありません。国際赤十字が脱出のためバスを用意してくれましたが、途中から攻撃を受けて帰させられました。ということは、ここまででわかることは、ロシア軍はですね、民間人の住居にミサイル撃ち込んで、赤十字の避難バスも襲って、で、1地方都市で2000人以上も犠牲が出てるということですね。国際赤十字の配給も途切れ途切れです。隣人のサーシャは同い年で、ソビエト海軍の退役兵です。パーシャはロシアの戦車兵でした。これはロシア軍なんすかね。ウクライナに住んでてロシア軍、ソ連の間違いかもしれません。みんなで一緒に AK などを探して交戦の用意をしようと近隣の退役兵に声掛けをしています。家内はコサックの末裔ですから口出しはしません。老兵は死ねず、ただ戦線に帰還するのみ。おせっかい者ですかね。日本人でウクライナのために戦うのはおせっかいなんでしょうかね。自重されておりますけれども、私兵となって戦われるおつもりのようですね。家内は何も言いません。死ぬかもしんねえというのを覚悟なさってるんだと思います。まさしく侍ですな。遠くにいらっしゃいますけれども、侍ここにありっていう感じになります。お仲間もそのパーシャさんもサーシャさんも侍ですな。それに比べて日本から安全な日本からぬくぬくした室内から安易に幸福を進めるテレビコメンテーターどもと来たらね、これ石ひっくり返すといっぱいうじゃうじゃいる虫イカですわ。橋本徹、玉川徹のダブル徹、鈴木宗男、最近テリー伊藤が加わったみたいですけどね。あいつら日本が侵略された時も同じこと言うんでしょうね。早く降伏しろってね。こいつらロシアの子分の北朝鮮か、ロシアの仲間の中国から金もらってんでしょうね。あるいは中国と北朝鮮両方から金もらってる。グルジア人博士に指摘されちゃって、こいつらの存在は国辱そのものですよ。何としても日本人全体の意見だって思わないでもらいたいな。国際社会にですね、日本はすぐ降伏する国って思われちゃうだろう。これが日本人の総意だなんて思われちゃったらさ、ウクライナ国民善戦しております。
敗北主義者どもの思い通りにならんようで何よりであります。敗北主義者どもつのは敗北を望む連中ね、すぐ降伏しろって言ったり、橋本玉川宗男テリーみたいなね、日経報道ウクライナ国民が SNS を活用してロシア軍の位置を暴露したりウクライナ軍に伝えている SNS レジスタンスとも呼べる試みだが大量の偽情報への対応が課題と、ネットの反応です。現代戦はこうなるのか、武器を持たない一般人でも戦えるのか、市民全員石膏兵加点、撮影ドローンを駆使して偵察してる人もいる、2000個ぐらい売れたそうだ。一方ロシアはネットを遮断して1世紀前に戻るのだった。戦争においてホームとアウェイの差は巨大。橋本玉川同様の敗北主義者も一生懸命書き込んでおります。つまり戦闘員とみなしていいと、なことはね言われたってね、事実に叩き潰されてましたけど、今さらそんなの何の脅しにもならんぞ。侵略初期から見境なく民間人を攻撃してるし、現にね住んでるマンションミサイル撃ち込まれたってご連絡ありましたしね、障害者の老夫婦が車ごと焼かれてた、なんていう書き込みありまして、今更ね民間人だ兵士だなんて区別ロシア軍が最初から放棄して構わず無差別に攻撃してますもんね。ロシアスパイは他の場所にも多数湧いてるようです。本当にロシアスパイ多すぎ、知恵袋にもいっぱい湧いてる、中身はごもうっていう意見もありました。中国共産党はですね、固唾を飲んでモニターに穴が開くほどこの戦い見てると思います。中共が侵略した時には台湾国民も SNS レジスタンスやりそうだからね。ロシアの惨敗を見てですね、10年ほど台湾侵攻、沖縄侵攻諦めるといいんですけど、まあ中共10年も持たなそうですしね。地獄に入られてからの無限に続く小規模散発攻撃、まあゲリラ戦っていうんですけど、ナポレオンロシア深部に攻め込んで敗北と、寒くて寒くて戦うとこじゃなかったみたいであります。ナチスソ連深部に攻め込んで敗北と、アメリカベトコンに敗北と、これは随伴したですね韓国軍の悪行も大いに関係してたみたいなんですけど、ソ連アフガンゲリラに敗北と、撤退と、こうなったら勝てないって学習しないもんですね、本当にね。人間は愚かなものです、特にお前って言われちゃうよ。何年か後にですねロシア版ランボーができるかもしれないですね、映画。これはウクライナに攻め入ったロシア兵がトラウマ抱えちゃって帰国して、でその時はもうプーチンがいなくてですね、あいつがウクライナを荒らしたやつなんて迫害されてみたいな、そういう話でいくかもしれないですね。その時ロシアがあればですけど、違う国に変わってるような気も多分にしますね。3月14日ペンタゴン発表、ロシア軍に目立った動きなし、都市を遠巻きに包囲し無差別で暴力的な長距離攻撃をしている。砲撃とかミサイル攻撃してるんでしょうか、適当に。市街地戦でだいぶ被害が出てですね、近づけねえって言って用心してんですかね、それともやる気なくて安全な働いてるふりしてんだが、侵略が停滞してんのは、まあ間違いないようでね。ロシア政府、自給自足せよ。としてですね、ウクライナでの略奪を許可、というか、推奨したそうであります。ロシア軍に対して。ネットの反応です。ヒャッハー合法化。ただの犯罪者集団で草。テロリストじゃん。正規軍扱いしなくていいよ。ロシア強盗団。どんどん戦争犯罪が積み上がっていくな。
医薬、援軍なし、補給なしだが頑張れ。自給自足って一通り奪ったらあとはどうすんだ。缶詰とかあるうちはいいですけど、小麦のパックとかあるうちはいいですけど、一通りね奪っちゃってあとどうすんだろうね。先生、自給自足しろってつまり今後は食料は送らないという意味で合ってますか。まあ送れないんでしょうね。品物ないっていうことはちょっと考えられないんで、ロシアは小麦の輸出国ですから、平坦の道筋が破壊されてるんでしょうね。隣国なのにもうあかんのか、補給なし、補給なしか、いよいよ追い詰められてきたなぁ。織田信長1668年、松永壇上など、三好三人衆を撃破し、足利義昭と共に上洛を果たしました。で、出した命令がですね、一文でも略奪した者は切る。あと、町が燃えたから、今日の市民はしばらく税金を免除する。足利幕府再興を果たしました。まあ、信長の公家通幕府なんですけれども、当時の常識でですね、武田も上杉もやってたですね、乱取りって呼ばれた現地調達、食料略奪を禁止。まあ、先見の明がありますよね、織田信長はね。ついでに身の代金目当てや奴隷売買目当てのですね、人さらい、誘拐も京の町では禁止いたしました。プーチンはですね、400年近く逆行してんだよね。信長よりも逆行ね。略奪を禁じたジュネーブ条約違反だし、狂ったと思われても当然ですね、これね。これ、現地人に恨まれて、なおのこと抵抗が激しくなる悪手であります。ベトナムではですね、韓国軍がこれやって、現地人から情報入らなくなってですね、まあまあ米軍撤退しましたよ。曲げてね。サイゴン陥落してね。撤退は嫌だし、そうする以外ないんでしょうけどね。補給できねえから頑張れって言うしかないんでしょうけど、いやいや撤退しろっつうのね、プーチンね。補給はないって通知したようで、ロシア軍の士気はだだ下がりっすね。戦わないで戦車丸ごと手土産にですね、降伏する兵士も出てくんじゃないかって予想します。民間には見境なく殺戮してるし、略奪 OK だし、さぞかしですね、強姦祭りも盛り上がってることでしょうね。ロシアの伝統だし、ロシア兵といえば強姦祭り伝統ですしね。さてね、追い詰められてんのはロシアとウクライナのどっちなんでしょうかいう話ですね。とっくに引退されたですね、ウクライナに住んでる日本人の方が、戦うぞって言ってみたりですね、心が折れてんのは一体どっちなんだっていう話ですね。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。デトックスジャパン。